こんにちは、井上です。今日は確定申告に追われないようにするにはという話をしようかなと思います。まあ、今日は確定申告をされる方、所得税の確定申告をされる方向けにお話してみようかと思うんですけども、もし毎年毎年それに追われてるんでしたら、フリーランスの方でですね、確定申告いつもギリギリになってしまうと、ね、憂鬱だと。 ギリギリになっても、まあ別にいいんですよ。ギリギリでもよくて、早くやったって別にメリットってないんで、<laughs> 完封される方は早く完封があるとかっていうメリットはありますけども、まあ別にギリギリでもいいし、期限、期限に間に合えばいいわけですよね。ただギリギリになっていろいろ焦ったり、イライラしたり、なんかモヤモヤしたりして、他のことに影響があると、まあそれはそれで効率的じゃないなと。で、確定申告前に、期限前に、 他の仕事を犠牲にしなきゃいけないとか、プライベートを犠牲にしなきゃいけないとか、今日は一日レシート入力しなきゃいけないとか、めちゃくちゃ憂鬱ですよね。でその日が大事な日だったらどうするかってことですよねなんか。家族がいらっしゃる方は家族と出かける予定があったりとかですね。でまあ、彼氏、彼女とデートする日にそのレシート入力しなきゃいけないとか。 まあそんなことがあったらどうするかってことになると、だからギリギリの仕事って、これはすべからく確定申告に限らず、まあ良くないことではないかなと思うんですよね。で、そのモヤモヤも良くないことでわあると。だから確定申告にその追われる人生っていうのを早く抜け出さないと、毎年追われるわけですから、今後。フリーランスを続けていく以上。まあそれってどうか、どうかなと。そこって悔しくないですかと、悲しくないですかってことではあるんですよね。 だからそこをなんとか今回、ぜひ、これを見るタイミングがいつかにもよりますけども、打破していただきたいとで。もちろんですね、その一つの方法として、確定申告を楽にする方法として、まあ、税理士に頼むっていうのはありだと思うんです。でそ,れそれに多少なるともうお金はかかると。でよくあ,のあるんですけども、お金はかけたくないと、でも時間は欲しいというのってないんですよね。だから時間、お金をかけたくないんだったら、自ら、 そのスキルを身につけるしかないわけなんで、お金をかけたくないし、自分でもやりたくないしっていうのは、私はないかなと思ってます。そこは諦めて、諦めていただいた方がいいかなと思います。で、まあ、税理士に来ると、その、いろいろ値段はあるでしょうけども、5万円ってとこもあるでしょうし、まあ、20万円ってとこもあるでしょうし、100万ってことはないと思うんですよね、個人のもだから、それで、まあ、値段も含めて探してみて、そこに頼んでみると。 でそうすると、レシートを適当に適当にと言いますか。なんか、と、レシートをポットを送れば、それで確定申告が出来上がってくると。で、そこに出てきた数字を見て、まあね、それで納得すれば OK で。で、それで出してくれて、ねどうやって払えばいいかとか、そういうのもわかると。で、でそれを どのタイミングでやってもらえるかってことではありますよね。でただ、気をつけなきゃいけないのは、これ私もあるんですけども、私は税理士なんで税理士に頼むことはないですけど、他の仕事で頼んだが故に手間がかかるとかイライラするってこともありますよね。お金を出してイライラするとか、そういうこともあるんで、まあ、そうならないようにちゃんと選ぶ必要はあるかなと。じゃあ、それで、じゃあ,あの、私に頼めばいいのかというと、私はそ,その仕事は一切受けてませんので、 レシート入力っていうのは受けてませんので、まあその確定申告のやり方をお,お,お,お教えするっていうことは、まあ90分で5万5000 5 5円で受け止まっておりますけども、それで毎年それはサポートさせていただいている方いらっしゃいますけども、レシートを入力するっていうのはやってはいないです。ですので、<laughs> まあ、まあ私、私に頼もうとは思わないかもしれませんけども、私以外のところで探していただければと思います。 なぜやらないかというと、まあ、めんどくさいからですね。まあ、自分のレシートはもちろん入力してますけども、もう一人分でもうお腹いっぱいなんで、まあ、それを仕事としてお金をいただいたとしてもやらないようにはしてはいます。でその外注するときに気をつけなきゃいけないのは、最近あるのがスキャンしていただければやりますよってところはあるんですけども、ご自身でそれレシートをスキャンしなきゃいけないと。 郵送送でポットを送るんではなくてスキャンしなきゃいけないとなるとスキャンの手間はそれなりにかかりますので、まあ、スキャンってその画期的な技術のように言われてますけど結構作業ですよね単なる作業です、ね、でちゃんとそれがスキャンされてるかどうかの確認もしなきゃいけないし 1, 1枚ずつ、まあ、1枚ずつじゃなくてまとめてできたりもしたりしますけども紙が詰まってとかそういうこともあったりもしますし2枚重なっていたりとかなんかそういうこともあったりもするんで、まあ、多少なるともう手間がかかると その手間がどのぐらいかかるかどうか、もちろんそのスキャンすれば安くなるとか、まあ、丸投げだと高くなるとかっていうのはあるかと思いますので、その辺も踏まえて、もし見つけられるんであれば、確定申告に追われないっていうのが解決すると。まあ、それが一つの方法ではあります。で、二つ目の方法として、まあ、日々コツコツやるっていうのがよくあるんですけど、よくあるし、言われてはいて、まあ、私もそれが一つの方法だと思います。で、私もそのコツコツやる派ではあります。 でそ,そうしないと、記憶が薄れると、これなんだっけみたいなことになるわけですよね。これなんだっけってなると、それはそれで手間ではありますんで、まあ、そうならないように、まあまあ、日々、まあ、朝、ジゃジゃジゃと入力してるわけなんですけどもで、私はスキャンがめんどくさいんで、ジゃジゃと入力はしてはいますと。とは言うんですけど、コツコツできることとできないことって人間はあると思うんです。で私もコツコツできることはある,あ,るあるし、できないこともあります。 例えばストレッチなんかコツコツできないんですよね。毎日やったら柔らかくなるっていうのはあると思うんですけども、なんかできないんですよ。なんかできないし、まあ、嫌いなのか、嫌いじゃなくて、それが大事だって分かってるんだけどできないってこと。で大事だって分かってるんだけどできないっていうのはありえなくて、大事と思ってないんですよね。だから分かっているけどできないっていうのはないかなと思うんで。で、私はストレッチに関して言うと、例えばこの、 こ,こ,こんな感じなんですよね。こんな感じで全然届かないんですよね。届かないんで <laughs>。ただ、トライアスロンやるのに、ここが柔らかくなった方が間違いなく有利なんです。有利なんですけど、まあでも今 <laughs>、この、こんな体でも一応乾燥はできてるんで、まあいいかと思ってるところがあるのか、コツコツはできないと。まあこんな感じでコツコツできないことってあるわけですよね。他の仕事もやっぱり、ま、た仕事でも私コツコツできないものっていうのがあるんで、たまたまこの YouTube とかですね、ブログとか経理とかは、 できるってだけであるんです。で、これ税理士だからできるんだろうって思われるかもしれませんけど、税理士の方がコツコツ経理やってない方は山ほどいらっしゃいますから。で、それが良い悪いではないんですよ。良い悪いではなくて、まあそういうものがあるってことですよね。で、経理をコツコツできる方って早々いらっしゃらない。ので、まあそこはもうコツコツ諦めてもいいかなと。じゃあまとめてやればいいんじゃないかなと私は思います。時間に終われない程度で。じゃあ時間に終われないようにコツコツもしないで、コツコツもせずに、 のお金もかけずに確定申告をに終われないようにするにはどうするかっていうとじゃあちょっと早めに締め切りを決めればいいんじゃないかなと思うんですよね、まあ、例えば確定申告ってこの1月4日から国税庁の確定申告書コーナーではできるんですよで会計ソフトだと、ね、結構遅いですフリーだとちょっと早めで10日前後にできることあるんですけどなんか曖昧なんですよね <laughs> サポートに聞いてもいつ、まあ、そのうちできますみたいな感じで、もうすでにできてますと言われてやってみたらできないとかですね。なんかそういうのがあって、結構その辺適当で、あんまりその1月に確定申告しようとする方がいないんでしょうね。例年それでもや,もや,も,やもや、もやもやするんでそれを使わずに確定申告書コーナーってとこを使ってるんですけど、これは使い勝手良くて、国税庁のですね。使い勝手が良くて、珍しく使い勝手が良くて、 私もお客様の分もそうですし、自分の分も、お客様にお,お,お教えする場合もそこを使ってますし、まあ、一部フリーのこうなり、マネーフォワードを使っている方いらっしゃいますけども、などうん、使ってます。あほとその,あの、他のソフトでやってらっしゃる方は、国税庁の確定申告書コーナーでお,お教えしてはいます。で私自身もそうです。で それだと1月4日から使えるっていうのがうとてつもないメリットで、そうすると1月4日に確定申告、私の確定申告で1月4日に終わりえてるんですけども、1月4日に終わるわけですよね。もう終われようがないと最。最速でやってるんで。で、他のソフトだと1月下旬とか、下手すると2月初めにはなってしまうんですけども、まあその最速でできるところをまず目指してみるっていうのもありかなと。で、最速じゃなくても、その、 まあ2月の1日にするとか、1月31日にするとか、ちょっと月末だと他と重なる可能性があるんで、1月20日に締め切りを設定するとか。そこに合わせてまとめてやればいいと思うんですよね。そうすると早く終わるし、3月15日にまとめてまでにまとめてやろうとすると、ずっと憂鬱ですよね。憂鬱な期間が1月から3月15日まで続いて、で、慌ただしくなると。 で、それだったら1月の何日かに設定しておいて、そこにめがけて、もう年明けだからでいいと思います。年明けだからでいいんで、まあ、まとめてそこで入力すると。ちょっとずつ入力していくと。もしくは年内のうちから入力していくと。そこに合わせるようにですね。で、そうすると、なんかもし、もし、まあそれは締め切りとして自分が決めたんだったら、それに間に合わせた方がいいんですけども、そこからちょっと、 例えば、どうしてものことがあって、1日2日ずれる分には、まあそれは、しょうがないと思うんですよね。まあしょうが、しょうがないんで、まあそれでも、まあいいですよね。1日2日遅れたとしても、1月の22日に、例えば、確定申告が終われば、まあ全然早い方ですから、まあそんな感じで、締め切りを早く設定すればいいんじゃないかなと。で、3月15日にしなきゃいけないってわけじゃないんで、それだと難しいですよね。3月15に <laughs>、みんな確定申告しなきゃいけないってなると、ちょっとすごくそうそうしますよね。 であのよく言われてるのが2月16日から3月15日でその期間に確定申告しなきゃいけないというのがあって2月16日に、まあ、しょうもないんですけどあの芸能人がぜ税務署に行ってみたいな,あのなんかそういうセレモリーみたいなニュースが流れますよねあそこからスタートだっていうのでそこからスタートしたら結構時間かかるしもうその1月から考えたら1ヶ月半も経ってるわけですよで確定申告でその別にの1月8日から出してもいいんですよ 近くから出してもよくて、まあ、よくそのネット上なりの情報だとすると、還付の場合は出していいっていことになるんですけども、別に納税の場合も出してもいいので、私はガンガン出してますんで。で、それは、あの、言いたくせなくても、紙の時代もそうだったんですけども、別に早く出したからといって、あ、ちょっと早いからまだ受け付けてませんよとは言われないです。郵送で。郵送なりネットで出す限り。まあ、郵送で出す,出すのもめんどくさいんで、ネットで出していただきたいんですけど、 あれはもう本当、大昔の名残で税務署にみんな持ってくるとでそうすると2月16の前に持ってこられたらたまらんとまだそんな、ね、め,んどくさいめんどくさいしの他の仕事もあるのにだから2月16日から受付ですみたいな感じにはしてはいるんですけども、まあ、それがネットなり郵送、まあ、ユネットの時代になって、まあ、別にいつ出してもいいということにはなるんですよねでそれで税金払えばそれでそれ終わるんで,で完付だったら完付で戻ってきたりもするんで。 もそれで、背面出しても問題はないということではあります。で、これがまあ最初の話で、税理士に外注しようとすると、じゃあ1月に資料を出そうとすると、あまだやってないんでみたいな話になるか、まだやってないんでとは言われないまでも、うんあ、ありがとうございますと受け取って、全然その確定申告のモードになってないんですよ、ね。まだ熱があのそ、そういう熱になってないと。でもまだその年末調整とかですね。 他の仕事には追われてたりもしたりもするんで、そうするとそのまま放置,放置されて3月にようやくできるっていうこともあったり、連絡が4月に来たりとか、なんかそういうこともありますんで、そこは自分、ご自身で、スッキリしたいんであれば自分で最速のタイミングでやると。で、おすすめなのが、まあ、これ YouTube で話してるのが11月の17日なんですけども、1月4日を目指していただきたいと。もうその中途半端にですね、1月20日とか1月10日とかにしないで、1月4日初日に、 確定申告を終えるには何をすればいいかというのを今から考えていただきたいんですよね。そうすると、あ、レシート入力してないのがあるやとか、なんかいろいろ考えるわけですよ。で、それを、それに合わせて入力していくと。で、1月4日だと確定しない、まあ、経緯とかもあるかもしれませんけども、まあ、それを確定させるにはどうするかと。じゃあ、じゃあそれを別に、あの、ネットで見ればその金額がわかるとかですね。で、請求書を早く出してもらえばわかる。 その請求書が来ないと売上経費がわからないっていうのって、本来は好ましくないんですよね。請求書を出すの結構遅い方もいらっしゃいますし、あ相手先がですね。で、仕事をやって請求書が来るなり、振り込まれないと金額がわからないって、実際怖,怖くはないですかね。それが、それをわかるようにすればどうすればいいかですとか、まあ、今年、今回は無理かもしれませんけど、1月4日に確定申告しようって考えたら、 それから逆算していろいろ考えるわけですよね。じゃあまとめて入力するのはめんどくさいから、ネットバンクにして、で、ネットバンクに、ネットバンクのをあの会計ソフトに連動させて自動で取り込めるようにしようとか、そしたら預金に振り込まれるものとか、預金から振り込むものっていうのは入力しなくていいわけですから、それをや,やるとかですね。で、あの、毎日、 入力した方がいいやってその中で思えば毎日なり少なくとも毎月入力するとか、もしくはその11月の12月の時点でまあ半年分は入力しておくとか、なんかそうやって1月4日で決めることによって、その前の行動が変わるわけですよね。それが3月15なんで全然あれなんですよね。 全然急がないし、結果的に追われてしまうということになるんで,で、そもそも確定申告とか、まあどう、どうでもいいって言いますか。どうでもいいんですよ。まあ、その、せ、結果的に確定申告するってことなんで、じゃあご自身が、じゃあ、1ヶ月で、まあ一ヶ月単位で、売り上げがどのぐらいあって、経費がどのぐらいあって、利益をどのぐらい出してるのかと。まあそれを見ておかないと、やはり、あの、こう、こわっ 怖くないでですすかってことですよね。私はそういうのが怖いんで、経量をやってるっていうのもありますよね。やらなきゃいけないからやるんではなくて、自分のためにやってると。で自分のためにやって、まあ、ついでに、いや、確定申告も取とくわ、みたいな。それぐらいの感覚ではいます。で、それで、では利益が出てなかったら何をやればいいのか、何か無駄な経費があるんじゃないかとか、毎月なんとなく払ってるこの会費って無駄じゃないかとか、そういうのを考えたりですとか、で売り上げが、な、それほど、 伸びてなかったら、じゃあなんか新しいことをしなきゃっていうのを毎月考えるわけですよね。それが3月15日に、もう新しい年が2ヶ月も始まった2ヶ月半ですよね。2ヶ月半経ってるところで、じゃあ、去年の成績がどうなったかっていうのを言われても、まあ改善しようがないですよね。じゃあ、じゃあ通知表、通知表で今あるのか、まあなんか復活したっていう話がある。じゃあ通知表が、じゃあ、 12月が区切りだとして、あったとして、でそれが3月に来て、じゃあ去年はこうでした、ここを頑張りましょうと言われても、もう2ヶ月半過ぎてるわけですよね、まあ、それは全く意味がないと、まあ、それだったら、じゃあこの11月でも、11月時点での成績が分かって、12月でも成績が分かってという,いうのがあれば、その場で改善ができると、で私はだから毎月の経理も、毎月翌月の1日にすることにしてますんで、まあ、第1営業日ですね。 営業日にすることにしているんで、まあ、11月ちょっといまいちだったなと思ったら、もうその12月1日から手を打てるわけですよね。でそういうなんかプレッシャーがないと新しいこともできないし、まあ、何かあの利益率が悪い仕事をこのなくすとかですね、そういう決断ができないというわけではあります。だからそういうふうに数字を使ってみるということにもできますんで、まあ、何はともかく1月4日を締め切りにして、 そこに向けけててて走り出しいてていただければなと思いますそうすると確定申告に終われない人生というのが手に入りますし、もう最速でやるんで終われようがないんです。まあ多少その11月12月が慌ただしくなる、12月のその年末が慌ただしくなるということにもなりかねませんけども、まあ慌ただしくなって、まあ仮にそれで慌ただしくなっても早く終わればいいじゃないですか。 もやもやもするし、慌ただしいしで、でいいところはないですよね。だけどもうなん、その早く終わらせるっていうことを目標にすると、まあ、それでうまく回ってくるっていうこともありますんで、あ,あ,あるかと思いますんで、まあ、ぜひ1月4日を目指してやってみていただければなと思います、はい。じゃあ今日はこれで終わらせていただきます。ありがとうございました。